2でここはあのミップスターあるいに至るあの計算理論の,あの歴史を簡単に振り返りたいと思います。これはまあいろんなところですでに何度か述べてることなんですけれどもまあそれをあのつなげてお話し,しようということです。でまず1950年代に計算可能性理論というのが、うん、あの広くあの 受け入れられらるようになりますで基本的にはもともとは1930年代のゲイドル・チャーチューリングたちの計算可能性証明可能性についての研究が、えっと、実は全く別々のアプローチを取っていたのにもかかわらずこの3人が全く違うアプローチを取るんですけれどもそれがあの全くその概念としては同値であるということが証明された。 でそうした認識はあの一致した認識、計算可能性についてチャーチチューリング定ゼという形で広く共有されることになります。まあ、これは30年代のゲーデルの機能関数論あの、チャーチのラムダ計算、それからチューリングのチューリングマシン、こういう別々のアプローチが、えー、と全くあの同値であるということが認識されています。 で、そこで、じゃあ、チューリングの定税っていうのが整理するわけなんですけれども、まあ、機能関数論的に言うと、すべての実行的に計算可能な関数。まあ、これは、あの、決定可能と言い換えても同じことです。あるいは証明可能と言い換えても同じことです。それは一般機能的だ。というような、あの、まとめになります。チューリングマシンによって特徴を付ければ、計算可能の計算すべて、ある機能的な、 これはリカーシブと言いますけれども、チューリグマシンによって実行されるというのが、あの、この当時成立した。しかもこれは現在のとても大事な認識です。まあ、まとめてみチュじゃあグ輪体制というのは、あの、あの計算可能性というのは、計算可能なものと計算不可能なものを対象にするわけですけれども、計算可能なものにリカーシブ。 機能的っていう特徴づけを与えたというふうに考えることができますで。もう少し機能的加算と機能性の話をしようと思います。と言いますのは、MIPSRE の右辺の RE というのはリカスブリアに学ぶそのものですね。で、機能的加算というのはあの、そういう意味で言うと、あのこの 計算可能性理論の概念が三日課に出てきているということです。で、チューリンマシンで特徴づけるのは分かりやすいと思いますけれども、機能的加算というのはあるチューリンマシンがあって、で、次の条件を満たすときに機能的加算、リカ c u r s i v e a あるいは RE だというふうに言います。それはある自然数の集合 N にある 要素 N が属するならば、このマシンは停止して1を出力する。で、これがリカセブリアニマルの定義です。で、実はこの定義、ポイントが一つありまして、この、このチューリングマシン M は S に属するメンバー N に対しては停止して1を出力するんですけれども、S に属さないメンバーに対しては実は何も変わっていない。 ですね、だからリカセブル・アニマルブルなチューリングマシンっていうのは全ての入力に対して M が停止するとは限らないということを言っています。でこれだとだから止まるか止まらないかただし書きの加算っていうのはそのある集合 S に属したメンバーに対してはその部分に対してはあのチューリングマシンが止まるということを主張しています。 じゃあ、その S に属さないメンバーに対しても、チューリーマシンを停止するってことを要求するのが、次の機能的です。で、これは先ほどの条件の N が S に属するならば M は停止するって条件に加えて N が S に属さないならば、それでもやっぱり M は停止してゼロをしてする。で、こうしたあの、あの、定義を持つ集合、機能的な集合。 というふうに呼びます。で、自然数から自然数への関数 F は、次の条件を満たすとき、次の条件を満たすチューニーマシンが存在するとき、機能的なリガシブファンクション、あるいは全域間、トータルファンクションと呼んだりもします。というのは、リガシブアニマルというのは部分的ですね、部分関数。あの、ある定義域の部分でしか定義されない関数ですね。で、 この機能的というのは全ての入力 N に対して M は停止して出力 FN を返すで。そういうものを機能的な関数というふうに言います。で、計算可能な集合、あるいは計算可能な関数というのは機能的である、リカーセブであるというのがェチェーチムの点数ということになります。もう一度繰り返しますが、機能的加算というのは、えっ、ー、と、 n が s に属するならば m は停止して1を出する。で、見てほしいんですけれども、計算不能の中に一部、機能的加算食い込んでますね。これは実は大事なことで。で、もしも、あの、これは n が s に属する場合だけの条件なんですが、こうで、ね、す。で、もしも n が s に属さない場合も m は停止する。 というふうにクラスを狭めた場合、これをリカース、機能的というふうに言います。ですから、繰り返しです。キャッチング形成というのは、計算可能なものは機能的である。で、逆に言うと、機能的加算というのは、計算決定不能だというクラスを含みます。で、これも繰り返しになりますけれども、あの計算可能性で、計算可能と計算不可能、 分けると実はあの機能的加算 RE ってクラスは、えー、と計算決定不能計算不可能な入力一部食い込んでいるでその補修号も機能的加算である場合に限り機能的それが計算可能だということになりますでこうした計算可能性理論っていうのはあのどういう意味を持つのかっていうのを少し 考えてみましょう。で、2018めに実はもっとヒルベルトは大体に全ての問題の真意を決定できる方法はないかということあの。それの機械的な手続きを考える。というのがヒルベルトプログラムというやつなんですが、そういう意味は実現できませんでした。それはゲームの不完全性にはそういうのは存在しない。で、でまあ、それは多分、あのー、 失敗した夢だったんですけれどもでそういうフィルベルトあるいはげ。あののその？全ての数学的問題の真偽を決定する方法がないのか？っていう問いかけは2つの革命を準備しました。1つはあのゲーデルチェアチュールに先ほど言った3人ですね。いる科学と哲学の分野の革命で、これは実は理性の限界。自身を数学的分析の対象とする。 でこれはあの僕ははととてても大事な観点だといいう,うに思っていますこれは特にあの人工知能論で計算主義があの僕にとって魅力的なのはまさにあの人工知能の限界を数学的分析の対象にできるというのがこの計算可能性の一つのモデルがモデルをそれが与えてくれてるというふうに思,い思ってるからですね。 もう一つは二次世紀の革命というのは、このゲーデルチェチューリングの計算可能性が、もう一つ、これは極めて実践的な、実用的な問題なんですけれども、エコノロジーの分野でコンピューターが登場した。で、これは、あの、多くの人たち、まあ、それはヒルベルトの有名とは、直接には関係ないんですけれども、地球上の多くの人の日常生活を大きく変えた。 でそういうものが計算可能性が登場した歴史のダイナミズムだということです。で、1970年代、計算副議論というのが登場します。で、まあ、広ルるルの方法じゃないんですけれども、すべての命題に限ら限るとその、そういうのを審議を決定する方法はそ存在しない。だけども、あ,のある命題が、 あの長さ N 以下の証明を持つかどうかを決定することはできます。で、それは簡単で、長さ N 以下の証明を全てエニマバレートして、それをチェックすればいいわけです。まあ、ただし、これはあのめちゃくちゃ時間かかるわけです。全ての証明を枚挙して、それをチェックする。チェックは、まあ、あの多コ式が終わりますけれども、その証明を全て埋挙するのを を含めると多分この方法は奇数関数的な実感を必要とします。実際にはこのこうしたアプローチはあの手に負えなくなります。で、n=p=np 問題というのはこういう問題をと高速なアルゴリズムが存在するのかどうか。で、そういう点では p=np 問題というのはヘルプアウトの問題の,あのコンピューター登場以降の,あの、まあ、現代版。 だとと考えていいいいうふうふに僕は思いますでこういう問題が明確に提起されたのは1970年初めの頃で、クックとレビンですね。で、まあ、現在のスタイルで P コール NP 問題、これ間違ってますね、<laughs> ーー N に比べてますね、P ー問題を最初に提起したのはあのステファン・クックですね。これは1960年、ここが計算複雑性の始まりだというふうに言われてただ、実際にはゲデル・ナッシュも こういう問題が存在することは実は50年代気がついてるんですよ。でも今回その話は詳しくはしませんけれども、ね。で、まあ、計算可能と計算不可能を分けるだけじゃなくて、計算可能の中に、例えば長さ n 以下の証明を全て数え上げる。で、これは実は手に負えない。で、指数関数的に時間がかかって、で、これはあの計算終わらないということを で計算複雑性理論というのはあの問題を優しい問題難しい問題に分けるんですけれどまあそれ、まあ、あの優しく言うとそういうことなんですけれども難しさの中にあの本当に難しいもの,あの本当に手に負えないものがいろいろあるそれをだから P とか NP とか P スペースとか NEXTP とかそういう形でこれはスワイしていくというのが 計算複雑性の理論ですね。で、p コール np っていうのは、あの、まあ、こういう問題です。np 問題は多分これは皆さんご存知だと思いますけどある問題で解くのところが多項式間。まあ、多項式時間とは p が優しい問題です。まあ、それでできるかどうか分からなくても、その具体的な値で、その問題の答えが与えられた場合に、正しさのチェックはできる。正しさのチェックは、あの、多項式時間チェックできる問題プクラスを np。 というふうに言います。で、その一分解はエンディング問題ですね。で、これはイエスの場合の答えのチェックができるということだけで、ノーの場合については何も語っていません。ちなみに、答えが与えられたときに、それがノー、間違った答えであるかを多項式時間でチェックできる問題のクラスをコ n p エンディング問題の,あの補修法というか、エンディング問題イエスのチェックが多項式時間でコ n p はノーのチェックが 多方針機関では NOP 問,問題で例えば創質分解の難しさっていうのはこの,あのチェックは優しいだけどもその直接解くのは難しいそういう非対称性っていうのが現在の公開金額の基礎になっているってことは皆さん既にご存知だと思います。 例えば P っていうのはあの多項式時間で NP はあの多項式時間解けるとは限らないけれども、だから正しい、イエスのぐらいのチェックは多項式時間。明らかに P より NP の方が広いわけです。で、その外側に NP、困難、NP でも難しい。 ということなんですけれどもでその境界に NP 完全っていうクラス、これはとても大事な概念で、でこれが1970年代の計算クラスの登場は、まさにこの NP 完全ってクラスをあの我々があの自覚したってことが、計算クラスの理由の始まりになります。でこれはあのクックとレビン。なまあクック は中賞をもらいました。レビンはソビアロシア、旧ソビエトの学者で中輪書をもらってないです。あのカープの方が中輪書をもらいました。で、クック・レビンの定理っていうのは、SAT っていうのは充足問題ってやつですね。これは NP 完全であるっていうやつですね。で、まあか、で、この充足問題っていうのは NP 完全であるという。 実は NP 完全というコンセプトが登場するきっかけになります。で、翌年にカープがある問題が NP 完全になることを証明する標準的な還元の手法を開発して多くの問題が NP 完全になることを示した。有名なカープの21の問題ってやつですね。でただもう21のころじゃないんですよね。この NP 完全問題の実は現在では数百の問題をカバーして拡大しています。 例えば、まあ、この URL を見ていただければわかりますけれどもだから何を示しているかというと計算の難しさ計算の手に負えなさイントラクタビリティは例外的なものじゃなくて一般的なものだということですね。で国家は1980年カープは1985年に中文書をもらっています。 まあ、あの、関連可能性の話はちょっときして、まあ、もっと具体的な例で、n p 完全問題で、いくつか見てみようと思いますけれども、一番クリックというのは、これはグラフの中に、あの、完全グラフが含まれているかどうかっていう問題ですね。左側のグラフカラーリング、まあ、これはスリーカラーリングの例が多いんですけれども、グラフがあったときに、その頂点を 3カラリングだったら3つの色で塗り分けることができるか。で塗り分けるというのは隣り合った頂点が違う色になる。しかもグラフ全体では3つの色、これはちょうど3色、青、グリーン、それから赤、ちゃんとあの塗り分けられていますね。であるグラフが空いられた時にそういうあの3色で塗り分けができるかというのが3カラリングといいます。 で一番有名なのは真ん中に 3sat ってやつで、これは、まあ、L1,L2,X2、これは論理式のアトミックな論理式があって、それらがすべ、えー、て OR でつながっています。まあ、その否定も含めて、これはリテラルっていうんですけれども、OR でつなげられて、それ全体がエンドで結合した式。 これは連言標準形と言ったりしますけれども、これはもうはっきりしてて、このクローズが1項でも偽になれば全体偽になりますね。エンドですから。で、ですから、あの、この、こういう式が与えられたときに、この式を満たすような、あの、真偽の割り当てが存在するか。この論理式を充足するような、論理式の真偽の F、T、 の割り当てが存在するかというのがこの充速問題ですね。面白いのはこれ 2SAT、この長の,あの戦後の部分が2個の場合だった、リテラルが2個の場合にはこれは解けちゃうんですよね。まあ、3個になるとあの急に難しくなる。で、まあ、3個大分になんで 3SAT ができないなら 4SAT も 5SAT も NSAT もできないですね。 でただし、これは解き方はないかっていうと、そんなことはなくて、例えば、あの、この変数が n 個あるとすると、n、あの、その、バリアブルが n 個あって、それがそれぞれ t か f の値を取るわけだから、可能な値の割り当てっていうのは、2の n 乗個しかないんですね。だから、2の n 乗個を力任せに全部試してみれば、この式を満たすかどうかは、あの、わかります。決定、重速可能か。 充足点がわかりますでもこれ明らかに指数関数的な手間がいりますね。力任せるときに。だから、で、これはあの NP 完全っていうか、まあでも逆に NP ですから、あるあの変数へのある TF の割り当てが1個与えられていれば、それがあのこの式を充足するかどうか、単に代入してみれば一発でわかりますね。 だからこの,あの検証、イエスの検証は実は多故しい時間でき,できちゃいます。まあそれが3ザットが一番あの代表的な NP 完全問題だということです。民間のハミギョンパスっていうのはあの多面体の頂点を、これはひと筆書きと似てるんですけれども、このパス、あのこの頂点を 重複しないようにあの一筆書きで書けるかで全ての頂点を回ることができるかというのがハミルトンパスの問題ですねで一筆書きと違うのは、えー、と線がクロス一筆書きの場合には線と線の上はまたいでクロスしても構わないんですけどそれを許さないんですねそれはハミルトンパスと言いますでこれはいずれも解くのが難しいでただしいずれも力任せであれば解ける でただしそれはあの指数関数的な膨大な時間がかかる。では手に負えない。で、辺の数が増えれば、あるいは項の数が増えれば、長短の数が増えれば、あの手に負えない問題なというのは容易に想像できると思います。で、NP 関連が面白いのは、これは見かけ上全く違う問題ですね。でおそらく近似界も全然違うアプローチをするんですけれども。 これは実はすべて、あの、同一のアルゴリズムで解くことができます。で、まあ、それが NP 関全、まあ、素晴らしいっていうか、すごいところです。まあ、カープがまとめた21の NP 関全のリストをここに挙げておきました。で、まあ、こういう形で、だから、一番複雑性のクラスが一番下に多項式間の P があって、 で、その P を含む形で NP があって、ノンデタミニスティルポリノムになって、で、それ以上の難しさが NP 完全と NP ハード。で、こういう複雑性の階層っていうのは大体1970年代の最初にこういう問題が意識されています。で、90年代に入ると、量子コンピューターの動きが出てきて、それがまた新しく あの計算性の世界にも影響を与えていきますで量子コンピューター自身は、まあ、1980年代、まあ、これが実は計算関数理論が計算複雑性計算関数理論が大きな転機を迎えるきっかけは1980年代にあるんですその最初のきっかけはファインマンがコンピューターでは量子力学の法則に従う 自然のシミュレーションができないことに気づくで。彼は自然のシミュレーションが可能なコンピューターは量子力学の法則に従ったコンピューターでなければからだないと言います。これが量子コンピューター研究の始まりになります。で、あのコンピューターサイエンスとして数学者だけじゃなくて、自然も我々の認識の対象なので、我々の認識の可能性と限界について、物理学の大きな関心を持っています。 だからファインマンの問題意識は、その、自然のシミュレートは、おそらく、あの、古典的な法則に従う古典コンピューターはできない。で、自然のシミュレートするためには、えっ、ー、と、量子力学の法則に従ったコンピューターを作らなければならない。これが量子コンピューター研究の始まりになります。で、次に導入するのがドイチェで、ファインマンの考えを受けて、キューリマシンの量子マンを構成して、 で、こうしたチューリングマシンで計算可能なものを計算可能について考える。で、同じように見えるかもしれませんが、本質の違いがありまして、チャーチューリングの定ーというのは、抽象的、あるいは形式的、数学的な計算可能性の定義なんですけれども、チャーチューリングドイッチェの定ーは、計算可能性が実在的、物理的に定義さればななのあればこう、なぜならドイッチェが構成したチューリングマシンというのは、実は、 実在の論議である量子論に基づいたコンピューターを構成したものです。で、チャーチューリング・ドイッチェのテーゼっていうのは、物理システムによって実行される全ての計算可能な計算は、あるチューリングマシンによって実行される。<laughs> ポイントは、物理システムで実行されるっていうこと。単に、あの、頭の中で抽象的に、可能的に、形式的に計算可能な計算ではなくて、 物理システムによって実行される計算可能性をチャーチューム・ドイチェのテーゼは考えるだから抽象的な数学的な計算ではなくて物理的なシステムによって実行される物理あのあの計算のことを考えた。逆に言うと、常にマシンによって実行できない計算は物理的システムによっては実行できない。で、ここではだから物理的な法則と 限界とととして計算可能性があるということを言ってますで物理チューリングマシンによって実行できない計算というのは物理法則を破るという,こう強く言うとそういうことになります。でまあチャーチューリングの定ー,ーはいわば雲の上で抽象的に存在する原理だったんですがチャーチューリングドイツの定ー,ーは地上においた現実の物理的現実の物理的計算の原理ですね。 こうした計算可能性の概念の物理化の影響、物理化というのはとても大事な変化で、まあ、今回はあまり詳しくはできませんけれども、あの情報過程というのは決して抽象的なものではなくて、あの物理的な何かに支えられた物理過程に他ならない、情報過程イコール物理過程とそういう考え方にあの飛躍するんですね。ただ、 あの、チューリングたちの時代の計算可能性は全くコンピューターが存在しなかった時代の理論だったと同じように、このチャーチューリング・ドイッチェのテーゼーは、まだ量子コンピューターは概念としてしか存在しなかった。で、計算可能性の物理化っていうのも、まだ抽象的なもの、筋肉ですから抽象的なものですね。でまあこれは でそうした中で、量子複雑性理論というのが登場します。れね、これを果たすのは、ウメッシュ・バズィラーリとその弟子であるベルンスタイン、ルンスタイですね、はい。93年に、量子ウリングマシン、これはあ、あの、彼のドイツチェと違う構成なんですけども、量子ウリングマシンを新しく定義して、その上で複雑性理論を展開する。 でこうして彼らの,あの彼らが始めた複雑性理論の新しい分野を量子計算量子複雑性理論というふうに言います。で現在複雑性理論っていうのはまあいろんな考えがあってまあいろんな人がいていろんな研究者がいるんですけど僕の意識だと現在の量子複雑性理論の中心はこの量子計算複雑性ですね。 で、最初に見つかったクラスはその BQP っていうクラスで、ね、で、Bounded Error, c o n t ム n というふうなや、あの、これは要するに従来の複雑性理論での P、多項式時間で決定可能な複雑性のクラスに相当するものですね。で、ただし、量チューリーマシンは、あの、古典的なチューリーマシンがある、 アルファベットで確定,し確定した値を返すんじゃなくて確率のルを返すんで,でそういう意味ではそのあのー、このバウンデッドエラーというのはこのマシンの出力の誤りが一定の確率以下であることを表しているでこれは、まあ、あの古典論でも BPP っていうバウンデッドエラープロバリスティンポリノムタイプというのをよく似ています、まあ、これはこういう定義なんですけども でこの図だけちょっと見てほしいんですけれども複雑性理論っていうのは左側が、まあ、古典論ですね NP があってあのこの箱が複雑性理論の左側の箱が2つあると思いますけれども古典論は、えー、とデタミニスティック決定 定論的な複雑性の方、これは P とか P が <laughs> NP がそう、NP がそう、ノンデタミンスティックですね。あの、まあ、あのある、ある値を返すっていうか、あの、箱の中の箱の中にある、これは確率論的なあのクラスですね。だから、P の確率版が BPP、NP の 確率版が MA。これはいずれも、あの、古典的な複雑性です。で、それを、あの、量子版に拡張したものが民間にある P は BQP。NP に対するのが QMA というようなクラスで言われています。で、まあ、MA、あの, B Q P の B Q B、er、BQP の BQ は Bounded Error。 簡単なのんですね MA は、えー、とこれは、ま、あのマリンアーサーっていうあのマリンアーサー、アーサーマリンっていうのはあの頭文字を取ったのが最初アーサーマリンっていう誰かが定義したそういう数学者がいるのかなと思ったら全然それは間違いでしてアーサーマリンっていうのはアーサーを伝説に出てくる えっと、英雄のアーサー王と、それから魔法使いのマーリンの、あのー、アーサー・マーリンですね。で、アーサーとマーリンがあの共同して何かを考える。あとで見、ね、る、このインタラクティブプルーフの一番ひな形にいたバ,バ,エバ,バエ、あのーバイの論文とアーサーマーリンのモデルを使ってるんですが、まさにマーリンっていうのは魔法使いで全能なの。何でも解けちゃう。 だけど、まあ、マーリンって怠け者だったり嘘を言ったりするんで,でそれをアーサーがうまく聞き正してあの正しい答えを導くっていうのがアーサーマリンマーリンアーサーの,あの考え方なんですけれどもでそういうふうに PNP に対応する量子複雑性のクラスが PQP と QMA として 定義されるようにありますで、問題はその BQP ってクラスがあの P より上なんですが、この図見てほしいんですが、これはちゃんとあのスリックな方含関係になってるんじゃないでか、NP がないんですよね。NP と BQP の関係は実はまだよく分かっていないんですよ。で、そうこうしているうちに1997年、シ h o これは有名なショアが、シ h o のアルゴリズム。 いうのを発見しますで通常はあの古典的なコンピューターではおそらく指数関数の時間を要するであろう素因数分解が多項式時間この昭和のあルミウを使うと多項式時間で解けるでこれはですねせっけんましたように現在のセキュリティ技術の根幹は素因数分解の難しさに基礎を置いてるわけでこの昭和のあルミウの発見はコンピューターサイエンスの枠を超えて大きな反響を もう暗号はみんな破られるんだっていう。まあ、それは実際には間違いでしたけどね。で、これはですね、実は、あの、この、手話のアルゴリズム、あの、整数の素因数分解というのは、実は、あの、BQP に属するということが、あの、分かっています。分かっているのかな、ね。で、この図を見てもわかりますよう、ね、に、BQP は、 古典的な多項式が P を含んでいますけれども NP に完全に含まれるわけでもない。で、ふにゃふにゃしてますけど、複雑性プラス、まだそういう意味では、互換関係がよくわからない,いのはよくあるんですけど、BQP は今のとこそういうものでそういう形で、えっ、ー、と、新しくあの量子、うん、量子複雑性の概念。 の最初のさ、BQP、で、ね、それはショーナルゴンズがあって非常に大きな影響を与えたということです。でここであのこのこの1990年代から始まる量子コンピューターの探生が始まって、でショーナルゴンズが出てって、あのこれは一つの流れとしては明らかに。 量子コンピューター研究の流れがある、これはその代表的なプレイヤーを挙げてみました。左の2つ、ファイマンとシュアは、あの今の話の中にも出てきたので、あのー、外しますが、ね、右の2人ってのは、実は21世紀に入ってから、量子コンピューターの開発などはとても大きな役割を果たした人です。この、ローズっていうのは、あのー、あれですね。 アニーリング型の量子コンピューターの開発を初めて進めた人ですね。で、まあ僕はあの今回のあまりその,あのアニーリング型の量子コンピューターの話はしませんけれども、あのそれはそれで、あのとても彼があのそのアニーリング型の道に走ったっのはとても僕はよく理解できるような気がします。で、 右端はマリキネス。今、グーグルにいますけれども。で、彼は、あの、去年のグーグルの量子エッセ c の実証実験の盾役者ですね。だから、現在の量子コンピューター、ゲート型の量子コンピューターの開発の,あの中心人物の一つ。しかも、大きな成果を上げてる人,人です、ね。だから、量子コンピューター一つをとっても、1980年代、90年代、あるいは、 21世紀の2010年代それからローズが始まるた10年代ですねそれからマルティネスたちが成果を上げる2019年代いろんなすごいろんな流れがあってあのそれはあの複雑性の理論とはまたちょっと趣を別にするんですけれどもでこれはこれであのとても大事なあの技術の分野だというふうに考えています。 掛け合いでしたけれども、えー、と、量子複雑性、あの、計算可能性から、で、計算可能性から、計算複雑性。そして、あの、本日の、あの、量子計算複雑性の流れを大雑把に見てきました。で、次回、次節から、あの、パート3であのもう少し、あの、ミックスターイコール RE に即して、 で、計算下す性の世界の研究で何が起きてたのか、何が起きてるのかって話をしようというふうに思います。